イスクールパレット。今回ご紹介するのは三重県立上野高等学校、文武両道に励む上高生。前回は東海総体に出場した陸上部の選手へのインタビューの様子をお届けしました。ここからは今年の秋に行われる三重とこあか国体の許可を書く書道部の様子をお届けします。上野高校2年生書道部部長近藤陽心です。部長の近藤くん、書道部はどんな活動をしていますか？現在書道部は2年生3名、1年生6名で活動を行っています。文化祭や展覧会に向け各自が自分のペースで練習を行っています。許可のような大きな作品を書く場合、全員一丸となり楽しく練習を行っています。許可って何ですか？今回三重とこあか国体の許可を書きます。許可とはオリンピックの成果にあたるもので、県民の皆さんの選手への応援の気持ちを表す両大会のシンボルとなるものです。その許可に私たちが文字を書きます。自分たちの書いた許可で少しでも選手の皆さんのエネルギーになるようにと願い書いています。自分がエネルギーを出さずに書いた字やと、どうしても相手に対するエネルギーは伝わらないと思うんで、それなりのっていうか、自分のちゃんとした熱意というかエネルギーというか、頑張ってほしいって気持ちをもうひたすらぶつける感じで書いています。許可に書かれた文字は8月22日に上野市駅で行われる集荷式で発表されます。4パートにわたって上野高校の魅力をたっぷり紹介しました。いかがでしたか？ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。どっちそっち ABS